はい、皆さんこんにちは。今回はですね、忍者オアダイというねゲームでちょっと遊んでいきたいなと思います。まあこれね、なんかすごく面白そうでね、まあ忍者のローグライトゲームらしい、なんかめちゃくちゃ面白そうだったんでね、ちょっと早速始めてみようかなと。チュートリアルなしで始める。ちょっととりあえず始めてみようか。安政5年、星と月だけの江戸、日が落ちると闇と混ざり合うことができる。手は早く、月は低い。しかし今夜は別の計画があった。待て、泥棒だ年貢の納め時なのか、それはまだよくわからない。いいね、江戸、この日本風な感じがいいよね。うお、始まった。よし、基本忘れるな。母はいつも機敏さこそが生死を分けると言っていた。夜を切り裂く矢のごとく飛ぶのだ。一箇所に留まるのは危険すぎる。地面や壁を蹴ってジャンプができると。飛ぶ方向へスティックを倒し、ボタンで押していくと表面をジグザグに進んでいけば、さあ扉に向かうぞと。地図上の緑色の四角が扉、あれか、ジャンプ。このゲームではジャンプが唯一の移動手段であると。ああ、地面にいるときと壁に張り付いているときにジャンプすることができると。壁を使ってジグザグに上を目指しましょう。ジャンプだけ？ちょっと待って、ちょっと待ってな。あ、こういうことか。これちなみにあのね、ちょっと PS のコントローラーでやってます。これ PC なんだけどね、 Steam のゲームなんだけど、ちょっと待って、よくわからん。あ、これでとりあえず移動してるのね。あ、このまま、はいはいはい、これでいいのね。はいちょっと結構むずいぞこれ。コントロール慣れるまで力を集中させれば高く飛べると。長押しして、バツを長押しで力がたまるとフラッシュが表示され、驚異的な高みを目指せると。力を集中させているときは時間が緩やかに流れ、狙い通りの方向へジャンプできる。心沈め飛べと。こーっと、これでファイヤーすげえな。なるほど、これで上に行けと。とりあえずほっ、あー、そこの間に入らなきゃダメ。これね思った以上にね、コントロールが難しいんですよこれちょっと微調整ができないから、この辺りかな。ほっ、あっ、ちょっと待って、これね、本当にね、移動手段が本当にジャンプしかないので、移動ができない、普通の歩き移動ができないんですよ。だから、ひたすら飛んで、ぴょんぴょんしていかなきゃいけないって、これ、むずいな、慣れるまで。扉に鍵がかかっているときは、すべての敵を倒さなければ進めない。地図上の青い四角が敵であると。敵に向かって飛びながら切れ。目にも止まらぬ速さで仕留められる。忍者風やな。何をすべきか迷ったとき、いつでも現在の目標は俺の頭に入っている。画面の右上にも記しておいたと。ああ、あれがね、目標ね、念のためだと。まあどうでもいいけど、これどうやって敵倒すんですか。うお、ぶつかっていけば倒れんのこれ。なるほど、突進すればいいみたいよくわかんない。お宝があれば盗むのは当然のこと。アイテムを通り過ぎれば自然と手に入る。これも母に教え込まれたことであると。アイテムを確認したり使うときは、はいはいはい、これね、メニューボタンね、これで取って、兵糧丸、食べると体力が3回復する携帯用の食料である。まあ今はまだいいかな。はい、これで、これどこ行くのこれ。あ、これ使わなきゃ。あ、これ入れる、ここ。あ、これまだアイテムあんのか、違う、あ、ちょっと待って、よくわかんない。アイテムです。キャラクターを生殖させると拾うことができると。使用しなきゃダメなの、使えってことか。ああ、なるほどね。チュートリアル上使えって言われた。はいはいはい。ちょっと待って。ちょっといいですか、これ。あのね、めちゃくちゃ振動が来るんで、振動切りたいんだけどな。まあいいや。バイブがめっちゃ来るんですよ。コントローラーのね。盗賊たる者、油断は禁物。常に注意に気を払えと。三角を押せば地図の大きさを変えられる。ああ、こういうことね。こういうことね。これさ、ちょっと待ってな。設定できる、これできません。設定オープニングでやらなきゃやっぱダメだ。もういいや、我慢していきますこのまんまいく。備えを怠る盗賊は死んだも同然。あらゆるアイテムを使うべきだ。これを手に入れ、袋を開けて装備すると。アイテムを使用するときは丸、スティックで方向で丸ボタンで押ってると。はっ、はっ、はっ、撃ててるこれ。
いや待てちょっと待って、よく分かってない。これがまずでかいのよ。これでちょっと待って、使用準備しなきゃダメか。これでこうか、これで装備できたからこうか。わっ、これ画面がね結構ね見にくいんすよしかも動きが早いから。でアイテムには正しい使いどころがある。 L1 か R1 を押すと袋の中のアイテムが表示され、目当ての品を探すことができる。俺が知れればただの宝の持ち腐れであると。ちょっと待ってな、これで、あーこれで装備を簡単に変えれるのね。はいはいはい、楽や。これちょっと石でいこう。ほっほっ、あれほっ、あっよしいいぞ。とりあえずジャンピン。これね見にくいね結構。これもうちょっと見やすくしてほしいな結構ね色がね、この世で確かなことは2つある。1つ木箱には常にお宝が入っている。2つ木箱には常に鍵がかかっている。ああこの鍵で開けなきゃダメなの。だが造作もないことだ。鍵を手に入れて開ければよいと。冷たい箱をこじ開けようとしてしようと構うものかと。はあ、目の前に落ちている宝箱の鍵であると。これを使って奥にある宝箱を敵を倒した時にランダムで知ることがあると。はあ、ということでこれで宝箱を開けてこいというミッションなんだけど、おいこいつね、おっと、おーすげえ、めっちゃアイテムあんじゃん。これ今石でしょ。でこれまた表、寿司握り盗賊の塊、石、まあいいや。はい次行こう。生き残りでたくば用心せねば。幼い頃よく見張り番を任されたと。周囲を確認できるよと。そのおかげで命拾いをしたこともあるし、隠されたものを見つけたこともある。あーこれでまず先に偵察しとけと。扉から脱出して進めと。これなんか上って何これ。なんか扉はあるけどこれ上っていうのがなんかトラップなのこれ。あすげえ、隠し扉があったわ。へえ、救出する。お前この忌まわしい盗賊めと。よくもおめおめと姿を現したな。俺の金を返せドブデンズミ。金だと、たわごとに付き合ってる暇はない。この世界でいつまで散漫でいられるか。怪物だな、せいぜい一人で行くのがいいと。いやそう早まるな、盗んだ金のことは考えてやってもいい。持ちつ持たれつというやつは村で待っているぞということで、まあ商人助けました。まあこれ隠しがあったね、そういうことね、上ってね。はい次の階層。罠の一つも避けられぬようでは一人前の盗賊とは言えない。ジャンプの直後はダメージを受けないから罠も切り抜けられると。ジャンプした瞬間は攻撃を回避することができる無敵状態です。あそうなんやな。また回避すると無敵時間が延長されます。目の前の罠を無敵時間を使用して超えてもいいと突っ込んで、ほっ本当だ強え。とにかく突っ込んでけいいんだよ。訓練は終了しました。左の崖から落ちて実戦を経験してみてください。落ちてたって。これちょっと待って。あ、装備してないのね、今。はい。ということで、落ちます。ほっ！見事に落ちてやるぜ！おやー！次、作戦その1。なんて書いてある？土星？土星？助言。村人を助けると村の施設がうんぬかんぬ。さあ、行こうか。ふむ、ここはあの村ではないな。この世界はさまざまな場所から成り立っているのか。どうにか抜け出す方法を見つけなくてはなと。我らの聖域によく来たな。血を這う者よ。ここから見る限りお前に逃げ場などない。そしてこの空からはどこまでも見渡せる。あっきめ、姿を見せろ。血へ身を落とせとな。まさか我らが空を捨てるはずもない。ここへ来い、天に属さぬ者よ。望むところだ。ということで天に近づいていこう。ほっ、待った、これ上に行った方がいい。おっ、これね移動手段がジャンプし、うわなんか低く、あれ罠か、やられたぜ。ほっ、これねちょっと微調整が難しいですよ。ほっ、ちょっと待って、これ、ね、マジで微調整が難しい。これ移動手段がほんとこれしかないから、普通の歩くという行為がねこのゲームには存在しないのよ。 OK 次、あーここの鍵が開いてないね。ちょっと待って、ほっ OK、取れ、解放された。よし、耐えもねえぜ。まず最初はね、ちょっと待って本当にね、これね、こうやって歩けないのがね想像以上に不便なのよ。はい、ちょっと待って、これ何もないね。あ、ここまた戻ってくるんだね。はい、ほっ、ほらほら、とりあえずね、もう、あ、取っとこう。
取れた？オッケー。そう。なんかいるな。ほっ、ほっ、ほっ。あいつを倒そう。ほっ。よし。二段に開眼した。よし、出口が開放された。いいね。まず最初の方はサクサクいけるな。はっ。ちょっと、移動だけが難しい。自由を望んでいるのだろう。我らは空を知っても縛られている。逃れ、地を捨てよ。我らと天にとどまれ。自由を語ったところで解き放たれるものか。誰も逃げ出せはしない。みんなここに囚われていると。待っているぞ、地を這う者よ。泥で、デードにまみれることなかれと。うん。登り登って、天を目指せ、風に流されるまでと。うん。で、ずっと口を踏みしめて生き延びてきた。母も同じように生きられたらいいのだが。ということで、この階層は次々に出現する敵を一定数倒すと扉が、あ、敵を倒してってことね。はい。ほっ！ほっ！来い！来い！まだ体力大丈夫だよ。ちょっと待って、結構ダメージを受けた。ほい！ほっ！まだ出てきてる。ほっ！と！これ！これさ、見てる人見える？結構見にくくない？このゲーム。動きも早い上にそんなにさ、なんていうか、めちゃめちゃ凝った画質で作られてるわけじゃないけど。でもいいよ、この雰囲気めっちゃ好き。ただ動画上見やすいかなっていう、ちょっと気になったぐらい。この階層は扉がどこかにある。鍵を使って開けることができると。はいはいはい。鍵を見つけるやつね。動きが早いからさ、ほっ、なんかいる。うわ、ちょっと、あー、またやばい。そうそう、体力回復しないとまずい。あれ、ほっ、ほっ、いいよ。鍵ない、鍵。あいつ邪魔やな。これ倒せないん、こいつ。あ、これあれやん。よくよく見たらギロチンやったわ。ちょっと待ってな。どれがいいかな。全然ね、アイテムのあれが分かってないんだよな。かつては体力あったものかと。装備すると体力上がる。とりあえず体力3回復して、はい、それはいいんですけど、食べると、ちゃう、うちがったな。一般的な侍が装備している標準的な日本刀と。これ装備しよう。これでいいじゃん。よし、これでいいでしょ。いや違う、ここから来てんだよ。ほっ、ほら、いいね。はいはい、どんどん行こうぜ。ほっ、鍵はどこだ。あ、来た、扉の鍵。よし。あ、違う、こっちじゃないな、向こう。あ、やべ、ダメージ受ける。なんでギロチンでダメージ受けってんだよ、これね。おっ、ほら、これでいけるで。ちょっと待って、微調整がマジでむずい。ちょっと待って、もうこれ下押しながら行くしかねえな。で、これ上行って、こういって、いや、ストレスだわ。ちょっとね、これ結構むずいっすよ。これで、よし、 OK。 下から罠、それほど速くないので落ち着いて上を目指してください。はい、やばい。ほっ、こういう感じかな。どんどん上を行こう。よし、さあ次、この階段は少し強い敵がいます。ジャンプした瞬間ダメージを受けないで、それをうまく利用しましょう。はい、ということで、なんか強キャラが出てくるらしい。ほっ、よし、いけ、ほら、やばい、ちょっと待って。ほっ、おい、はい、と、あ、確かに強い。ほっ、よし、いいんじゃない？ほら、あ、やべ、ぶつかった。ほっ、よっしゃー、海岸 OK。 待って、何で、ちょっと待って、これ
回救出する。おいあんた関節痛に効く薬なんてどうじゃんなんて怪しい商品を売りつけてる場合ではないぞペテンシメ。村の診療所に来ればパパッと直してやるぜ。お仲間だったな。よし来てやったぞ。アキメどこ見る。上だ囚われたお前のずっと上だなこいつ。ここまで来られるはずもない。毎年あんたのようにタコをあげていた。空飛ぶタコは恐ろしくも繊細なものである。ひとたび糸を引くだけでよい。そこまでだ我らの力を思い知れ天の裁きよと言ってるけどこれどうなってるんだ。あーこれね。ほっどれいいよ。いや気持ちいいね。サクサク行こうぜ。どうだほら海岸してやる。ちょわまたもう一回やばい。お大丈夫ね。うわっファイヤー。やっと八段に開眼した。どうすんのこれ。解放された。 OK。 お前がまだ4歳だった頃目と歯が描かれてタコを磨かれ見上げて震え描かれたタコか、うん、悪魔が空に現れたと言っていた。私はそんなまやかしは恐れるに足りぬと言い聞かせたが今思えば私が間違っていたのだ。はあ、始まりの村両替屋って何これ。両替屋を強化する戦闘記録。ああこれ医者闇これ医者を強化したらどうなんのこれ。ちょっとよく分かってないけどこれ強化してみていい。どうなんのこれ。あこれか。はいはいはい、ステータス強化できるのね。まあまずはやっぱ体力は強化しといた方がいいよな。これでよっしゃ鏡っつって防御力か跳躍力強化とかもあるんだね。ちょっと一回戻るか。まあこんなもんか。ちょっと戻れない戻れない。ちょっと待って変なもんした。戻れない。コントローラーで戻れなかった。よく分かんなかった。あ違う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 。コントローラー戻るぐらいこれ。はい、でこれで戦闘記録。あーなるほど。はい、ちょっと待って、コントローラーで戻れないんだけど、どういうことなんだ。両替屋これちょっとここマウスでやる、クリックでやるか。はい、両替屋で、はい、金を稼げないならここにいる意味を俺は預ける。ああなるほどね。金なしですということで帰ります。終わり。うせろ。よしということで作戦開始だと。またこれ飛べば作戦開始になるんだこれ。その2霧の谷行ってみようか。霧の谷第一層最高。この谷見覚えがあるぞ。ここに来たことがあるのか。いやそんなはずは。下人めまた現れたのか。降伏しとどまればよい。まただとここへ来たことがあるものなのか。忘れるはずもない。本当にそうか。うん、死は身近なところに潜むものと。お前の口車などに乗るものか。あっきめどこに隠れようとも無駄だ。よし行くか。はっはっ。よし痛い痛い。ほらこれ結構やっぱ見にくいな霧とかが。いやこれまだまだ行く。次の階層行くの早い。1個行き忘れてるわ。これ上行こう。よしいいぞ。これでいろいろ取って最高じゃないか。これちょっと待って今さ、なんか強い武器、あ、内刀装備してるね。これ、このまんま持ってんのね。はいはい、OK。はっ。よし。第2層。ほっ。とわっ。いいね。いや、早い。あの霧が気になる。ほっ。あれ？違う。ちょっと待って。あ、いけないのこれ。
これいけないんか。あ、いけたいけた。大丈夫かな。オッケー、村人救出オッケー。で、あとなんかある。これおいた、てめえ、ほら、これ巻物とか使いたいね。まだ使ってなかったね。これで次の階層行こう。はっ、なんもない。あ、ほっほっ、いや、ちょっとあれ取らない。鍵が、あ、鍵がないのか。なるほど。うん、どうしようかな。ほい、いた、てめえ、ほい、あ、いた、救出、よし。で、これ取ってちょっと待って、マジ下手くそすぎる。内刀これ以上持ってない。同じやつか。はい、まだこっちか。はい、あ、ここに鍵ある。よし、はっ、いや、面白いな。なんか地味にやってしまうな、これ。はい、あ、いいですね、区内。はい、これでもういけるな。いた、ちょっと待って。これね、本当にね、微調整が難しいんですよ、このゲーム。あの、普通の移動手段というものから存在しないもんで。ほっ、よし、ちょっと待って、待って待って、違う、よくない、よくない。これやな。よし、これで開けて、なんか今落ちたな。はい、これ以上持ってない。あ、オッケー。これさ、ちょっと待って、なんかいろいろあるけど、なんか使った方がいいよな。巻物で、なんか巻物はいいんだけど、毒を治癒は、これは毒になった時か。体力半分、これはいるよな。体力系は持っとかないと。ちょっと巻物1個捨てようか。これ火の巻物はさ、カトンか。これ一回使ってみるか。とりあえず使った。あ、斧がある。ちょっと待って、斧取りたい。斧欲しいな。どれ捨てよう。抹茶。時間の流れがゆっくりに感じる。オッケーかな。これで取れたかな。よし、ほっ、ゆけ。違う、毒が。なるほどね、これが毒なのね。はい、さあ、待って、これ今毒使わないと。毒消し、毒を中和、これやな。これ中和して、あと、そうじゃなくてさ、これ今区内装備してるよね。ちょっと待って、違う、高麗人参じゃない、区内、区内、これでいいな。よし、ほっ、海岸。とりあえず最初は敵をひたすら投げ払っていけば。ほっ、ほい、痛い、毒が想像以上にある。え、違う、これね、やばいやばい、毒、これね、下手くそだとね、毒にはまる。ちょっと待って、一回落ち着こう。ほっ、お金が、いや、よし、よくない、よくない、よくない、ちょっと待って、違う、これね、本当にね、微調整ができないからね、毒の沼にはまった時がやばい。使うか。さあ、これで下行くか。ちっちゃい、何にもない。ほっ、あれ、これどっから来た。あれ、あの扉でいいのか。ちょっと待って、
はいはい、えい、来た。行くも帰るも全ての道は死に通ずる。だ、観念しろ、我らの餌食となれと。うん、ふざけるな。こいつは何なんだろうな。まあとりあえずちょっとこのザレ言はほっといていきますか。やば、毒がめちゃくちゃ毒。ほっ、よし、もう持てないもんばっかりやな。どんどん使っていかないと。これひたすらアイテムが圧迫されて何にも取れない。よし、あ、忍者刀、忍者刀、忍者刀は欲しいので、これ取れるでしょ。取った。これでマイナス1だって。どういうこと、弱いのか。忍者刀なんて弱いのこれ。内刀の方が強いじゃん。なんだよ、取って損したわ。おい、いや待った、なんかあるな。はい、はい、ほら、よし、村人救出。ほいっす、これでまた村人救出したね。まあこんなもんか。何があるこれ。忍びの方の魂。はい、いや違う、行くか。はい、発送。いや待った、これそろそろ、ほっほっ、ほら痛い。強えな、ちょっと。いや、これは巻物使うときでしょ、ここで。一回使ってみよう。いや、あれ聞いた今。落ちてるわ。まあいいや。あっ、鍵か。また鍵が出た。待った、鍵を取ってない。鍵が欲しいな。下いける、これ。ちょっといけない、痛い。鍵ある、鍵ないね。鍵が必要だ。どこで落としてる、取り逃してる。下にあんのか。ないよな。ない。あれ上か、上にあんのか。やばい、体力やべえな。そろそろまた回復しないと。どうしようかな、わかんない。行こう。行こう。ない。兵糧丸食って急走。海岸、ほら、いろいろあるな。ちょっと待って、これ取って、兵糧は助かる。握り飯か、ちょっと待って、先に兵糧食っといて。違う、え、次の回数これ2個あるの。どっち行く、他に取り逃してない。どっち行こう、もうこっち行こう。
実装。アッキーをいつまで隠れているつもりだ。いずれお前を見つけこの遊びを終わらせてやる。どうだろうな、ここに永遠に留まるなんてことはないかもしれんぞ。巡り巡ってお前の脆い抜け殻が我が手に落ちると。さあということでまた行きますか。もうこれ基本的にアイテムがもう圧迫されてて取れないんだよな。さあ行こう。結構長いな今回は。あれ、よし、はい、いけ、よし、ほっ。ちょっと未だに操作になれんけど、だいぶなんとなくなんとかコントロールは効くようになったけど、よし、はい、よし、おい、これいいね。ちょっと待って、いらない巻物捨てようか。違う、使っとく。おい、よし、わかんないけどとりあえず捨てた捨てる目的で使った。よし、長い、なんだこの長さは。今回の何層まであるんだろう。ほっ、おい、これ以上持てないか。もうちょっといろいろ使っとくか。天ぷら食っとく。いや待った、軟弱の巻物、抹茶、とりあえず高麗人参食っといて。来た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 、強いの来た。これ装備して、だからこれで内刀いらんでしょ。こいつを捨てて、捨てる、これまた取る。よし、行こう。待った、あれ、どっちから来た。もうどっち行こう。こっち行くか。はい、これ以上持てない。いいだろう。おい、ちょっと待って、ファイヤー、ほら、よーし、いいね。待った、めっちゃチャリンチャリン言ってる。よし、来た、なんか出た姿を見せろとか言って。何これ、へえ。あんたを蹴り倒す、愚かな我を倒すことなどできん。すげえの来た。何これ、え、どういうこと、え、どういう、なんか新しいすぎるんだけど、何をやってんのこれ、これ、え、ちょっと待って、よくわかんない。え、今までと操作方法が全然違うんだけど、ちょっと待って、俺なんかに乗ってるんだけど、いきなり。待って待って、痛い、ちょっと待って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 、どういうこと、これ、何をやってんの俺これ今。え、また1階から、一層から、だる、さあ戻ってきた。はあ、やっと戻ってきたけど、よくわからんなこれ。なんかさっき知らない間に終わったんだけど、なんでこれいきなりなんか乗り物に乗ってんのこれ。これどうやってやるかがまだよく分かってない。もうこれで終わったらまた次回にしようこれどうしたらいいんだろうな。ほっ、これで逃げながら戦えばいいのかな、こうやって。ほっ、ほっ、あ、これなんかさ、いや待った、やばいやばい、ほっ、ほっ、よくわからん、痛い、
何なんだろうなこいつ。よくわからん戦闘になってるけど、おっ、回復していい、おっ、なんかドシンドシン言ってるわ。終わった、来た。見知らぬ危険に気づきもせずにいた、かつての私のように。なんかボス倒したわ、なんとなく。これ何に乗ってんのこれ。困難から逃げていたが、私の姿からそれを学んだのだろう。6歳の頃、見知らぬ危険に気づきもせずいた、かつての私のように困難から逃げていたが、私の姿からそれ同じことや。はい、ということでね、はい、なんかボスっぽいやつ一応倒したんで、まあ今回はとりあえずここまでにしようかなと。いや、なんかね、面白いけどね、いろいろね、やっぱりちょっとまだ見にくいのと、移動がね、いかんせんこれジャンプでしか移動ができないので、まだね、このね、特に微調整するところのね、ジャンプのなんか、持っていき方が難しい。うん、まあそれはね、慣れが必要かなと。まあまだまだね、多分ステージどこまであるかわかんないけど、まあとりあえず、最初のね、ボスっぽいやつ倒したところまででね、はい、今回ここまでにしようかなと。忍者お話題、いや、ちょっとね、やるとハマるかもしれない。面白かったかなと思います。ということで、今回ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またね。バイバーイ。ほっ！